天安市長、天安市は大韓民国中西南道の最大都市で、大韓民国で17番目に大きい都市である。韓国の独立運動家、劉韓順の故郷で、郊外には独立記念館がある。古くから朝鮮半島の重要な街並みであることから、天安三佐寺と呼ばれる民謡もあるが、その役割が現在でも維持され、交通の都市とも呼ばれる。2005年に、 広域電鉄が開業してソウルのベッドタウンになりつつある。中世南道で唯一の特定市。天安は中世南道の東北部に位置する都市で、中世南道の全人口の三十パーセント以上を占める最大都市である。天安の東は中世北道の清州市、鎮川郡、西は河山市、南は広州市、清掃特別自治市に接し、北は 京気道平沢市、安城市と境界をなす。ソウルから83.6キロの地点にある。日本の政令指定都市に準ずる特例市として、ソウルから富山、甲州につながる通りである。首都圏ではないが、ソウル地下鉄などが連結され、近郊地域として、韓国政府の首都圏規制政策のおかげで急速に成長する都市である。地域は三国式によれば、 くだらの大き学、林川と高栗の蛇山であった。757年に大木岳を第六軍、林川は純基地と改名された。天安の名称は高麗時代からあり、930年天安部、995年監修、1018年天安軍となった。三国式には、変散寺の地名として奇襲、豊か祭、木部山の名前が見られる。 朝鮮王朝時代は、姉さんを経て、天安軍と呼ばれ、1896年に、中西南道に属している。1914年に、天安、木川、木美山の三軍を合併して、天安軍となり、1963年1月1日に、天安軍の天安優と環状面が統合し、天安市に昇格した。1995年5月10日に、天安市、 天安軍を合併し、都市、農村複合型の統合天安市がスタートした。2008年6月23日に東南区と西北区が設置された。ソウル首都圏近郊の地の利を活かし、市内各所に産業団地が建設されている。サムスン、LG などの大企業グループによる電子機器、半導体、化学工業等に加え、近年はアニメーション、 映像制作の分野でも誘致を図っている。外国人労働者専用の住宅団地を建設するなどが異国企業、外国人労働者の誘致に力を入れている。なお、KTXSRT の停車する天安河山駅は河山市にあるが、市境からの距離は400メートルほどしかない。ありがとうございます。